はい、皆さんこんにちは、弟子一でございます。いつもガチンコマイル塾をご清聴くださって本当にありがとうございます。今回はですね、 ANA さんのスカイコインの秘密に関してですね、塾長にお話しいただきました。まあ、ANA さんのですね、ポイント、まあポイントというものはですね、いろいろとマイレージであったりとか、プレミアムポイントであったりとかですね、アップグレードポイントだったりあるわけなんですけど、その中のですね、スカイコインというものが果たしてどういう立ち位置でね、どのように、まあ、今回のね、ご覧くださっているあなた自身の旅行ライフに組み込んでいくと、さらに旅行が豊かになっていくのか、お得になっていくのかに関してですね、塾長がお話ししてくださいましたので、ぜひですね、別のもう一つのですね、ANA 特典航空券の未来と一緒にね、併用してみていただけると、今回の、理解がさらに深まると思いますので、ぜひチェックしていただいてですね、とりあえずいいねを1回押してからですね、ビデオ見ていただけると非常に僕も嬉しいので、ご協力いただければなというふうに思っております。それではどうぞ。ガチゴーマユ塾よっ、はい、塾長どうもよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は何度でしょう。今日は今17度ぐらいで、今日非常に晴れています。おお、晴れて17度か。はい、まあ19度でね、曇ってて19度だからねはい、まあ普段は、30度とか28度とかそんなもんかな。もうそんな暖かいんですか。まだだって5月、うん、今日は寒いっす。あ、そうなんですね。うん、今日寒いっす。だってこの時期だとあれだけど、まあ、ついこの間まであれだよ、塾長。はい、行ってなかったっけ。何でしょうか。はい、朝ファッと起きたらさ、サーフィンして、でそのまま車に乗ってスキー場でスキーするって、そういうパターンだよ。どういうことですか。いやいや、山でスキーできるじゃん、はい、海でサーフィンできるじゃん、はい、そんな両方できるシーズンというか、そんな場所あるんですね。あ、いや、そうだね、走って2時間くらいよ。すごいですね。そうそうそう、雪、まあ、朝スキーして、はい、夕方からサーフィンでもいいんじゃない。いや、すごいです。どっちでもいいよ。理想的ですね。うん、はい、うんうん、まあ、そんな感じで、そうだな、冬は特にそういう、はい、4月ぐらいまでそんな感じかな。はい、はい、なるほど。みんなスキーとサーフィン一緒にやるのっておかしいんじゃないですかって言うんだけど、はい、いや、全然普通だよね。人工の雪じゃないんですかって言うけど、いや、人工じゃないで、ちゃんと普通の天然の雪ですよ。はい、うん、そうやって山をガーッと車で登ってって、ガーッと降りてくるわけですよ。はい、うん、それでまた海行くわけ。そんな感じ。はい、うん、でもまあ塾長さんのんびりしたりしないから、外出てあまり、はい、うん、まあ、必要な時にね出るぐらいなもんで、はい、うんうん、まあ弟子一みたいに行動派だったらいろいろできるかもしれないね。はい、うん、で今日は何。今日はですね、ANAのスカイコインに関してちょっと今日は伺っていきたいんですけれども、ちょっと今まで塾長にですね、マイレージだったりとか、その特典航空券に関しては結構お話しいただいてたんですけれども、うん、このスカイコインっていうのはですね、塾長の中でどういう立ち位置なのかっていうのをですね、伺いたいのと、あと塾長がどういう時にこのスカイコインに変えるのかだったりとかですね、うん、スカイコインは常にこうどういうことを意識されて保有されているのかっていうところをちょっと伺えればなというふうに思っております。そうだね、うん、そんなことよりみんなワクチンの話聞きたいんじゃないの。そうですよ、それちょっとまたいいねが OK ればぜひちょっと。あ、そう、はい、まあ、まあいいか、じゃあワクチンの話は、はい、じゃあ、はい、スカイコインの話ね、うん、はい、まあ、みんなマイルが相当溜まってるでしょ、使ってないからね、はい、使いようがないもんね、みんな、ね、はい、まあ、使いよう、まあ、あるにはあるんだけど、旅行で使うっていうのは厳しいよね、はい、まあ、みんなもう分かってきてると思うけど、まあ、国内線で使ったとしても国内線の特典航空券で買えるタイミングと、買えちゃいけないタイミングっていうのがあるから、はい、まあ、何を言ってるんですかっていうと、普通に購入した方が安い場合なんだよね、はい、うん、で購入した方が安い場合どこで判断するのかと、例えば購入で、1万7000円 で、はい、でチケット交換スカイコインに変えて買える、はい、と、まあ、同じような換金率であったと、はい、1万7000円の1万7000円でね、はい、ダイヤモンドの人がね、はい、その場合、まあ、どっち、マイルで行った方がいいんですかと、はい、もしくはそのスカイコインで行った方がいいんですかっていうけど、それはもう絶対的にどっち、スカイコインですか。スカイコインでね、それは絶対的にスカイコインな、はい、マイルで行くと乗った分のマイレージが加算されなくなるから、修行しなきゃいけなくなるから、はい、うん、そうするとやっぱりスカイコインでちゃんと買って乗る、はい、優勝乗る、うん、やっぱそれが基本だよね、はい、でまあ、ちょっとぐらい高くてもスカイコインで買えるのが、はい、でもまだスカイコインで行った方がいいね。なんでかというと、はい、マイルもらえるからね、乗った後に、うん、だってスカイコインで行って、ただスカイコイン、まあ、特典からスカイコインはただだろうけど、はい、ただっていう言い方おかしいけど、まあね、金払うわけじゃないから、
でそのスカイコインで乗って、それでまたマイルもらえるわけじゃない、はい、そうするとやっぱりそのもらえるマイルも計算しなきゃいけないから、はい、うん、そうなってくるとちょっとぐらい高くても全然スカイコインで行った方がいい、はい、まあ、ちょっとどこじゃない、かなり高くてもスカイコインに行った方がいいね、はい、うんうん、だからまあもうあれなんじゃない、マイルで特典航空券で買えるって人はあんまりいないんじゃないの今。あ、そうなんいるのちょっと僕はそうですね、そういうことよくしてたんでちょっと気をつけていきたいなと思ったんですけど、はい、うん、特典、この間特典航空券の話したけど、はいはい、特典航空券に買える時っていうのはやっぱりないね、もうほとんど。あ、ないですか、はい、うんうん、特にこれだけコロナで飛行券が空いてると優勝航空券が安いから、はい、特典航空券にするって、もビジネスクラスの時はするでしょ、 いくらなんでも熟成で、この間も話もあったんだけど、はいはい、それはまず絶対にないことだから、はい、みんなビジネスクラスの特典航空券マイルが換金率が良くてお得ですって言ってやろうとするんだけど、はいはい、そうですね、はい、まあ、あれは取れないよね、うん、取っても、はい、かなり損するよね、はい、うん、やっぱりマイルをスカイコインに変えて、スカイコインでアップグレード可能なチケットを買って、うん、はい、それで、マイルを使ってアップグレード、もしくはポイントを使ってアップグレードすると、はい、なるほど、っていうのがまあ基本だよね、はい、じゃあそれだとマイル20、30に取られるんじゃないですかっていうことになるわけだけど、はい、いやただね、やっぱり修行しなくてよくなるからね、はい、うんうん、そうですよね、実際に無駄な修行も必要なくなるから、実際飛んだものがちゃんとカウントされてくるというわけね、はい、うん、でアップグレードされるチケットっていうのは7割以上でしょ、70% から 100% をみんな目指すわけだから、はい、そうするとね、25とか 50% のチケットを買うわけじゃないので、はいはい、やっぱり、まあ、高いんだけどやっぱアップグレードできるチケットをやっぱ選んでった方がいいと、うん、まあ、本来は海外発券のチケットの方が全然お得ではあるんだけど、はい、一段下がってくるからね、海外だとエッチから、はい、うん、日本だと U、はい、U と H の差って大きいんだよね、やっぱね、はい、うん、まあ、何言ってるかみんな分からないって人もいるかもしれないけど、はい、エコノミークラスのチケットの U クラスと H クラスっていう、まあ、1段階開くわけだけど、はい、その開きって結構大きい時あるんだよね、はい、うん、そうすると H クラスでもアップグレードできる海外発券、はい、やっぱ、うん、かなり興味深いっていうか行きたいよね、そうですね、うん、はい、うん、で U は高い時があるから、確かにそうすると非常に乗りにくいことは事実なんだけど、はい、まあ、今現状日本だけっていうことであれば、はい、でもやっぱりスカイコインやっぱしっかり使ってた方がいいね、はい、うん、でもそんなことよりみんなマイル溜まってると思うから、はい、じゃあ何しなきゃいけないか分かるでしょ、弟子何するの、マイル溜まっていたら、今の塾長の話だとやっぱりスカイコインに変えて、そう変えるわけだから、そうしたら 何にならなきゃいけないの、やっぱりダイヤモンドになるってことですか、いや違うでしょ、ダイヤモンドじゃダメでしょもう一個上の、そちょっと名前何でしたっけ、忘れちゃいました、あ、違いますか、あ、そうそうそう、そういうことなんだよ、はい、やっぱモアにならないと、あ、モアでしたね、はい、うん、確かプラチナで 1.5、 はい、はい、ダイヤモンド 1.7、 はい、スカイコインに変える換金ですよ、はい、はい、モアで 2.0 でしょ、あ、そうか、 2.0 でしたね、そう、うん、はい、そうそう、そしたらもうみんな溜まってる人はそこでモアにならないと、はい、あ、なるほど、うん、うん、ものすごい損しちゃうよね、はい、うん、うん、あ、そこで出てくるんですね、そうそうそう、どのくらい損するのかな、はい、モアにならないと、はい、100万とか持ってるとどうなの、いくらぐらい、15% か、 15% 損するってことになるね、ってことは100万マイルで15万マイル損することですよね、なるね、はい、うん、15% でかいんじゃない、そうですね、15%でかいですね、はい、うん、だからそしたらだって15%って言ったら100万マイルで、うん、15万マイルって言ったらマイルに換えるとモアだと30万だもんね、はい、日本円で30万円だもんね、はい、そしたらやっぱ大きいからね、100万でモアだとね、はい、うん、ただやっぱりその分修行して30万分、はい、でモアになってった方がいいし、まあ、うん、じゃあ分岐点どこなんですかって言うと、そうだね、50万マイルぐらいもう溜まっちゃった人はやっちゃう、まあ、そんなないでしょって人いるかもしれないけど、はいはい、50万マイルぐらいの人はモアになった方がいいだろうし、うん、それ以下の人はあまり、うん、でもやっぱりなった方がいいな、はい、確かもう一人ダイヤモンド扱いできるわけでしょ、奥さんとかね、はい、そうですね、はい、でまあ特典航空券に変える前にだからモアになっちゃえと、はい、いうことになってきますね、はい、まあそれ以外はそうだな、うーん、海外発券も、はい、スカイコインでできる ANA さんがお得だし、はい、ダルさんはと、うん、それが弱いと、うん、で今はチケットが実際安いかっていうと安くはないです、はい、でも非常に高い時より比べると安いから、はい、なるほど、うん、そういった部分ではまあ海外の発券もいいんじゃないかな、あとまあ日本のチケットもそうだな、スカイコインで修行するっていうのもいいかもしれないね、はい、だから修行するっていうのは怒られちゃうから、
うん、まあその部分はちょっと考えなきゃいけない部分ではあるんだけど、はい、まあ実は普通に海外旅行行くからね。あ、今のコロナ禍でも。そう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 、はい、うん、日本だと行かないの今行ってきてるの？そうです、あんまり行かないですね。あ、そうなんだ。はい、実はバンバン行ってるよ。あ、本当ですか？うん、うん、だから今もチケットを買おうと思って今見てたもん、ずっと。あ、そうなんですね。はい、そうそう、あの今月乗らなきゃいけないからさ、はい、一生懸命見てるよ一生懸命。そう、どこ乗ろうかなと思ってそうするとさ、とんでもね安いのが出てくるんだやっぱり。あ、やっぱそうなんですね。はい、うん、これはちょっとやっぱり行かないとダメだよね。だ、はい、まあほら、え、弟子一まだワクチン打ってないの？そうです、ちょっとまだ予約取れてないですよ僕の。あ、取れてないの？はい、今。いや、まだ当分ダメだね。そうですね、はい。なんだ、出てるの予約とかも？あ、なんか出てるんですけど、まだ40以上なんで、ちょっとまだ入れてないですね。あ、そう。はい。今はもうこっち16以上になっちゃって、余っちゃってて。行きたいですね。そう。そう。それで、あれなんだよね、もう、普通はさ、こう、はい、あのワクチン打つとかが、こう、なんていうの、しっかり出てきてるんですよね。はい、はい。でももう、なんていうの、閉鎖になっちゃってるから。閉鎖っていうのはもう誰も来ないから。あ、終わったってことですね。そう、いや、余ったね、余っちゃってる。余っちゃってるんですね。はい、うん、もうで開けててもしょうがないから閉めちゃってる今。はい。あ、じゃあちょっとワクチンの話もこの後にしようか。そうですね、お願いします。うんうん、じゃあまあ一応あれだね、特典でモア、うん、それでいくんで、はい、モアにならない人は全部あのスカイコインにしちゃって、スカイコイン。はい、わかりました、うん。今後は多分スカイコインにした方がいい。でまず一番怖いのは、はい、マイルがあの市場に恐ろしいほど溢れてるのよ。はい、うん、なんでかって言うと、まあ、この間も言ったけど、使うところではバンバン500万とか使わせて、ね、うん、はい、貯めるだけ貯めさせて、で出口今キュッと閉めてるじゃん。そうですね。うん、変えよう、特典に変えようと思ったことない人たちは分かんないと思うんだけど、変えようと思うと変えることできないから、あまりで完全に閉めちゃってるから、はい、っていうことはフグのお腹みたいにパンパンなのよ、はい、だから誰かが針をポンと差し込むと、はい、そのお腹がパーンって破裂する可能性あるから、はい、その針がコロナでなんかおかしいことになっちゃうと破裂する可能性あるから。はい、わかりました。ある程度早めにみんなあのスカイコインに変えてチケット買っちゃった方がいいかもしれないね。はい、うん、というのがおすすめ今。はい、わかりました。特典で買わない方がいいかもしれないな。はい、うん、はい、そうしてください。はい、わかりました。今回も貴重なお話ありがとうございました。はい、ガチコマイル塾。最後までガチンコマイル塾のご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。